はい、こんにちは、えー。今回はフェルマーの小定理の解説をしていきたいと思います。なんかフェルマーの小定理といえばね、YouTube で数学対決とか見てると、その戦ってる人たちがフェルマーの小定理うんぬんとかってね、言って解いてるの見たことありますよね。なんか、個人的にも高校生の頃、フェルマーの小定理を使いこなしてる人ってすごくね、かっこいいなと思ってました。えー、理由は特にわかりません。ただなんとなくかっこいいと思ってました。なのでしっかりとですね、今回はこのフェルマーの小定理を解説していこうと思います。 まあなんかね、名前的にもね、小定理とか言ってるから、なんかしょぼい定理なんじゃないかとね、勘違いされがちなんですが、実際はね、全くそんなことはなくて、えー、整数論でね、すごく重要な定理です、えー。では早速その主張を見ていきましょう、えー。まず前提が P が素数で、A が P の倍数でない整数とします、えー。今回 P が素数なので、この P の倍数でないっていうのは、こう言い換えることもできます。 はい。p と互いに素な整数と言い換えることもできますよね。p が素数なんで。という p と a のもとでこれが成り立つって言ってます。えー、modp で a の p-1 乗と1が合同というわけなんですが、えー、今回はもう合同式はね、えー、使いこなせるものとして解説していくので、もしね、まだ不安な人はこのチャンネルに合同式の解説ありますので、そちらをご確認ください。はい。では進めていきたいと思います。 まあなんかね、こういうこと言ってるんだけど、まあそもそもこの式の言ってる意味がわからないとか、あとはなんでこれが重要なのかがわからないって人がすごく多いと思います。まあ確かにね、なんかこの結果見ても、なんか素数でもっと考えることもそんなあるかなとかね、ましてやなんか左辺のこの型 P-1 乗ってなんか中途半端だなってね、思われがちなんですが、これが重要という話をしっかりとしていくのが今回の授業のステップ1。 そして、ステップ2で実際に、とりあえず証明は置いておいて、まあ、入試問題に使えるケースをですね、2つ話します。そうすることによって、フェルバーの証定理の、まあ、その技としてのね、道具としての威力をね、実感できると思います。そして、ステップ3でしっかりと証明をしていきたいと思います。まあ、早速ね、ステップ1入っていきたいんですが、まあ、つまりその意味を解説していきたいんですが、その前に、このフェルバーの証定理は、別の表現方法があるので、それも、えー、え説明しておきましょう。これがですね、別の表現方法です。 p が素数で a が整数の時に a の p 乗と a がもっと p で合同と言ってるんですが、まあ、めちゃくちゃね似てますよね、まあ、実際にまあ合同式ね掛け算できるんでこの式に対して両辺 a 掛け算をすればこれ出てきますよね、まあ、なんでなんかねはい同じですとかってね、まあ、適当に言えちゃいそうなんですけども、まあ、もちろんねいろいろと注意しなきゃいけないことはあってそもそもなんか条件がなんか緩くなってますねさっき a は p と互いにそな整数だけだったのにこっち側では整数と なってます、えー、これがどうしてかという話をしましょう。とりあえず、A は P と互いに素なものとして、両辺 A かけるとこうなりますね。はい、modp でこうなります。ただ、このままだと、この式っていうのは、A が P と互いに素な場合しか成り立たないってことになっちゃうんだけども、じゃあ、えー、P と互いに素でない。つまり、A が P の倍数なときにこれが成り立つのか、えー、見てみてください。もちろん、これは modp で、 えもし、A が P の倍数な時っていうのは、もちろんまあ右辺は簡単で、もちろんね、もっと P で0になりますね。だって、A は P の倍数なんだから、えー、P で割った余りゼ0ですね。A の P 上っていうのも別に A を、えー、これ掛け算しても、えー、余りが0になることは変わりないので、これも0。まあ、つまり0と0で等しいので、これなりちゃ、えー、なりちゃったりじゃないですね。成り立っちゃってるんですよね。なので別に、その、A が、 p の倍数でないっていう条件をつけなくてもいいので、a は整数になっていると、えー、考えることができると。はい。えー、じゃあこれ逆側どうかっていうと、こっちからこっちもすぐ簡単にいけるんですよね。a が普通に整数なときにはこれいけないんだけども、ある条件が成り立っているときにはこれ a でいわゆる割り算ができるんですね。合同詞の割り算不安を抱えている人ね、まだ多いと思うんですが、ここで少し復習をすると、 その割ろうとしているやつと、このモッド P とかの、この部分が互いに素だったら割り算できるんですね。なので、互いにそな場合は割り算ができるから、割り算したときには、この互いに素っていう条件がついてるというわけで、これとこれが、まあ同じことを言ってるのが理解できたと思います。はい。というわけで、これがフェルマの小定理なんですが、えー、まずはですね、まあ、こちら側に注目して、これがどう意味を持つのかを説明していきましょう。では、フェルマの小定理の意味を解説していきましょう。 えー、今回 P として5を選びました。なので、えー、今回はモッド5で考えていきます。えー、そして、この5という素数と、まあ、互いに素。まあ、つまり5の倍数でない整数として、1、2、3、4を準備しました。ちゃんと条件満たしてますね。そして、そんな A の値の時の2乗、3乗、4乗、5乗の5で割った余りをですね、この表にどんどん埋めていきたいと思います。えー、ではやっていきましょう。まず A が1の時の、えー、A の2乗は1なので、5で割った余りは1。 3乗してももちろん1なので5で割った余り1。もうここは全部1でいいですね。はい。では A が2なとき考えます。2乗したら4なので5で割った余りは4。えー、3乗したら8なので5で割った余りは3。4乗したら16なので5で割った余りは1。えー、で、5乗したらえっと16を2倍するのが32か。32を5で割るので余りが2ですね。 本当はもちろんね、もっと効率がいい余りのね、計算の方法あるんですが、今回は、あえて愚直にやっていきたいと思います。で,、えー、では、A が3の時考えましょう。2乗したら9で、5で割った余りは4。で、3乗したら27なので、5で割った余りは2。で、4乗したら81なので、5で割った余りが1。で、5乗したら243なので、5で割った余りは3か。では、A が4の時考えます。 2乗したら16なので5で割った余りが1。3乗したら16に4かけるので64ですかね。64なので5で割った余りは4。はい。で、A の4乗は16かけ16なのでこれは256。256は5で割った余りが1なので1。で、4の場合の5乗っていうのは2の10乗と同じなので1024で5で割った余りが4と。はい。こうなります。 で、今回注目してほしいとこはどこかというと、もちろんですね、4乗のとこなんですね。なぜなら、えー、今考えているモットの素数から1引いた数の、その、えー、何々乗のとこを見てほしいって言ってるので、5から1引いた4乗のところを見てほしいと。はい。これ、ある特徴がありますね。それはもちろん、すべてが1になっているということ。 これがすごく面白いところで、他のところではね、まあバラバラ、バラ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 もちろんしてるんですが、この4乗っていうね、えー、その瞬間全部バーってね、ここで割った余りが1になるというのが面白いというのがフェルマーの小定理の主張なわけです。で、この余りが1になる瞬間がどうして有用かというのは実際に入試問題を使いながら説明するので、そのパワーを実感してみてください。ではですね、えー、応用例として入試問題2もやってみましょう。 では、フェルマの小定理が応用できる問題をやっていきましょう。1問目がこれ。23の91乗を19で割った余りを求めなさいと言っています。さっき入試問題やるって言っちゃったんですが、これは実際に出題されたわけじゃなくて、入試問題でよく見る形をですね、一、まあ、つ作ってみただけです。これをやってみましょう。もちろん本当にね、23の91乗をガチ計算するわけにはいかないので、何かね、工夫して解いていかなきゃいけないんですが、まあ、普通どうやってやるかっていうと、こんな風にきっとやりますね。 23の91乗。まあ、もちろん今もっと19で考えていって、23は19で割った余りが4なので、まあ、4には書き換えられるだろうってやって、で、まあ、うまく4を何乗化して余りが1になる、えー、何乗を探すんですよね。どうしてかっていうと、それを探すことによって、もう1は1の部分でぐっとまとめられるからです。1はもうこれ何回かけ算しても1のままなんで、もうただただ右肩の数字が減ってくれるだけなんですね。まあ、そういうふうに普通はやると思います。 なので、ポイントは何かっていうと、うまく1になるような何乗ってやつを見つけるんですね。そうすれば右肩の数字がどんどん現実的な数になっていくから。というときに、まあ、頑張って探すんじゃなくて、フェルマーの小定理を使って探す方法があるというお話です。じゃあ、どうやってやるかっていうと、えー、フェルマーの小定理からですね、これが言えるはずです。はい。 もっと19の19は、これ素数で、23は19と互いに素な整数なので、フェルマの小手で使えますね。なので、19から1を減らした18乗、23の18乗は、これもっと19で1と合同なんですよね。なので、1になるまとまりが、もう見つかったんですね。18個でまとめれば1になるって言ってます。こういうのをパッと見つけられるのが、フェルマの焦点理の、まあ、偉いところです。えー、このフェルマの焦点理の結果を使って、これをですね、えー、解いてみたいと思います。 18乗で1になるので、こういうふうにまとめます。はい。こう書いていいですね、91乗っていうのは23の18乗の5乗。これで90個23があるので、1個だけまだ残りがある。そして、今、フェルマの焦点の結果から、これを使うと、これが1と合同ってわかります。なので、1の5乗が1になって残ってくるのは23だけ。 で、23を5で割った余りは4なので、はい。4が答えと。まあ、もちろんね、実際の入試問題でこれしかね、回答に書かなかったら、まあ、えー、かなりね、回答として不足してると思うんですが、まあ、今考えをね、バーっと書いたらこんな感じになります。というわけで、その1になることの強力さっていうのは、こういう時に現れるんですね、よく。すごく巨大な数を何々で割った余りっていう時に、1になるまとまりを探す。で、フェルマの焦点っていうのは、もう直でその形を教えてくれてるので、 パッとね、えー、その数に、数の条件に合えば、それを使うことができるというわけです。えー、ちなみにですね、まあ、ためになる余談を話します。えー、この18乗で1になる、まあ、こっちですね、18乗で1になるっていうのは、実はですね、この18は、えー、最小の整数とは限りません。実際にまあ頑張ってね、探していくと、9乗でもね、1になることがわかるんですが、まあ、本当にね、えー、努力でね、1になる組み合わせを探そうと思ったら、おそらく普通は9の方をね、先に見つけると思います。 まあ別にね、えー、そんなに、なんていうか、その、9乗が1であることがね、今回重要じゃないんですが、まあそういうのもあるということを頭に入れておかないと、なんかね、勝手な思い込みで、18乗がね、最小って思っちゃう人がいるんで、ここで注意をしておきました。実際には別に最小とは限らないと。ただ1になるものを一つ教えてくれる定義だと認識しておいてください。はい、というわけで、括弧一1番は、まあね、実際にはこうやってスッとできると。えでは、括弧二2番見てください。 問題は、N が2以上の自然数の時、N の7乗引く N が7の倍数であることを示せと。えー、実際にはこれはですね、まあ、日本女子大で出題されて、えー、ちょっと誘導があるんですね、7の倍数であることを数学的機能法を持ちで示しなさいという入試問題だったんですが、これはですね、まあ、フェルマの小点でしてたら、まあ、すぐにね、できてしまう問題なので、その部分を除いてみました。えー、で、あとはですね、その、元々の入試問題の、 えー、糸を組んでですね、まあ、糸というかその文章をそのまま使って、n が2以上の自然数の時っていう情報がついてますが、まあ、別に自然数に1を入れても、n の7乗引く n っていうのはまあ0になって、0は7の倍数なので、まあ、別にこれはですね、n が1以上の自然数と言っても変わりはないです。まあ、ただね、入試問題の形をなるべく残すために書いていました。はい。というわけで、まあ、このあたりはだからね、そんなに気にしなくてもよくて、ポイントは n の7乗引く n が7の倍数であることを示せと。 言っていますこれもですね、まあ、フェルマの小定理を使うと、まあ、これが、ね、ほとんどね、自明に見えてくるはずです。で、ここで使うのは、じゃあせっ,く、えー、せっかくなので、フェルマの小定理の別表現の方にしましょう。これですね。はい。素数 p と、えー、これは2の整数ですね。2の整数 a に対して、これが成り立つというのが、フェルマの小定理の別の表現でしたが、これを使ってみたいと思います。えー、まず、フェルマの小定理よりこれが成り立ちます。 はい。n の7乗はもっと7で、えー、n と合同と。今後はですね。えー、今、7が素数なので、これが使えると。えー、フェルマの焦点のこの結果より、今回考えなきゃいけない n の7乗引く n というのは、この n の7乗が n と合同なので、書き換えることができて、はい。n 引く n になる。n 引く n はまあ0なので、もちろん0とも合同と。 まあこれはもう n の7乗を引く n がもっと7で0と合同だったので7の倍数と入れたことになります。はい。というわけで、まあ、フェルマの小定理の別表現を知っていれば、この問題はですね、まあ、ほぼ自明に見えてしまうと。まあ、実際に入試問題を作る人の、えー、意図としては、まあ、フェルマの小定理が背景にある問題だとは思うので、まあ、逆みたいなことをやってるんですが、まあ、今回みたいな問題は知ってる人にとったら、その背景までしっかり見えてしまうというわけですね。 はい。というわけで、実際にフェルマの小定理が、入試問題等を解くときに、有用なことをですね、えー、示してみましたが、じゃあ実際にフェルマの小定理は、どうやって証明することができるのか話していきましょう。たたでは、証明をやっていきましょう、えー。証明方法はいくつかあるんですが、えー、今回はですね、自分がすごく好きな美しい証明方法でやっていきたいと思います。では、証明。 えー、二つのステップに分けてやっていきたいと思います。えー、まずは、ステップ1。このことを示してみましょう。はい、これです。A, A, A、2A、3A、点点点、P-1A。えー、つまり A に対して1から P-1 までかけたやつら。 を p で割った余りはどれも異なることを示してみたいと思います。まあ、どうしてこうするのより,、えー、よりかはね、これを考えるとすごくね、証明が綺麗なので、これを考えていきます。はい。というわけで、まあ、あの、これの言ってる意味なんですが、まず p で割った余りはどれも異なるって言ってるということは、どういうことかというと、今、この a から p-1a はどれも、えー、と p で割った余りが0にはならないですね。 え、だってどれも P で割れるやつはないはずです。え、だって A は P と互いにそうだし、P-1 までしかね、掛け算されてないので、えー、P で割り切ることはできないから0にはならない。そして今ここには、えー、A から P-1A の P-1 個の数が並んでます。で、P で割った余りっていうのは、もともとは0から P-1 まであるけど、0っていうケースがもうないので、こいつらを P で割った余りっていうのは、どれも異なるということはですね、 1>, えー、1から PF1 まで必ず含まれてるっていう話をしています。そのことを示しましょうという話がステップ1。えではですね、配理法を使って示しましょう。こういうこと。はい。 ia と ja がもっと p で合同となるような、えー、この1以上で p-1 以下で j の方が大きいような整数 i と j が存在すると仮定しますと。えー、これの範囲に法だったらこう考えればいいですよね。どれも異なることを示したいので、もし同じ組みがあったらって話をしてます、えー。しっかりとね、ここら辺も注目してほしいんですが、今 a に掛け算するのは1から p-1 なので i と j の範囲は1と p-1 の間になってます。 で、もちろん同じもの同士を考えても意味がないので、ここには代償関係をつけている。J のが大きいと今回しています。はい。これを満たすような、こんな I と J という整数があると仮定しましょうと。えー、この時どんなことが起きるかというと、こっち側に行きます。この合同式に対して、A の割り算をしてみたいと思います。その時に本当は注意しなきゃいけないことがあって、割り算しようと思っているやつと、このもっとほにゃらのほにゃらだが互いにそうじゃなきゃいけないんですが、 それはもう条件から互いに素ですよね。書いておきます。はい。A は P と互いに素なので、ここから両辺 A を落とした、これが成り立ってなきゃいけないと。はい。こうなってしまう。えー、ただ、今、i と j っていうのは、こうなってるんですよね。はい。こうなってることから、 何が言えるかっていうと、m o d P で i と j が合同って言ってるくせに、この i と j っていうのは1と p-1 の間に挟まれてるって言ってるんですね。m o d P で等しくなるのって、なんかもうあの、一周以上回っちゃって等しいっていうかってケースはあるけど、もう範囲が1と p-1 の間にしかないんだから、この i と j はもう、丸々同じ以外ないですよね。なので、この条件からこれが言えなきゃいけないと。はい。 もうね、一周する分余裕もないので、i と j がもう等しくなきゃいけない。これはもう矛盾してますよね。えー、最初に置いた仮定の部分と。これは矛盾と。はい。えー、これで、こいつが OP で割った余りは、どれも異なることが示せました。えー、では、ステップ2やっていきましょう。では、ステップ2。ここではですね、まあ、さっき考えた、A、2A、3A、点点点。 p-1a。これをですね、全部掛け算してみたいと思います。はい、掛け算してみました。で、これのもっと p を考えると、何が起こるかというと、これは全部 p であった余りが違うんですよね。どれも異なっていて。で、それらは、さっき話したように、1から p-1 で、どれも1個ずつそれが現れるんですね。 なので、1から p-1 が1個ずつ現れ,る、えー、現れるってことは、それをうまく並び替えれば、P、p-1 の解乗になるはずですね。なので、はい、ここからできた余りをうまく並び替えてあげれば、P、p-1 の解乗とかけるでしょうと。これが、ステップ1の結果から言えること。そしてちょっと左辺をですね、整理してみたいと思います。まず、a を全前に出しちゃって、はい、a の p-1 以上と。 だって今、1から p-1 の p-1 個 A があるので、えー、まとめてあげれば A の p-1 乗と。あとは、残った係数のやつらが1,2,3から p-1 あるから、これもまた p-1 の解乗と。はい。右けにそのまま書くと、こうなる。で、また両方に同じものが現れたので、割り算をしたいと。ただその時に注意しなきゃいけないのは、割り算しようとしてるやつと、これが互いに素かどうかだけども、p、p-1 の解乗と p は互いに素でいいですよね。 はい。なので、まあ、いわゆる割り算ができて、出てくるのはこの式。はい。ということで、出てきた式というのは、フェルマーの焦点の式そのものになりましたと。ということになります。はい。というわけでですね、まあ、めちゃくちゃ美しい証明かなと思うんですが、それをね、味わえたでしょうか。えー、味わえてもらえたらね、嬉しいです。 はい。というわけで、今後ですね、フェルマーの小定理をね、えー、使った YouTube の動画とか見てね、まあ、より強く感動してもらえたり、えー、まだね、受験が終わってない人は、えー、入試問題に対してフェルマーを知ってる状態で挑んでね、えー、たくさんアドバンテージを得てみてください。ということで、また別の授業動画でお会いしましょう。さよなら。